丹波市氷上町では秋の風物詩として知られるコスモスが見ごろを迎えています。秋風に揺らぐ可憐なコスモス、辺り一面をピンクや黄色に染めています。丹波市氷上町ではおよそ7ヘクタールの休耕田に植えられたおよそ500万本のコスモスが見ごろを迎えています。この地域では30年以上前から地元の住民たちによってコスモスが栽培されていて、今では毎年1万5000人以上が訪れる観光名所となっています。今年は猛暑の影響で開花が遅れたものの順調に咲き揃っていて、訪れた人は写真を撮るなどして深まりゆく秋を楽しんでいました。すごく綺麗で心が癒されました。じーっと見て興味深そうに、はい、ニコニコしながら楽しそうでした。360度山に囲まれてですね、その中にコスモスがあるっていうんで、非常にそのなんかコントラストも映えてよかったなと思いました。いや、めっちゃ綺麗だなと思って、すごいなって、なんかこんなに咲いてるんだと思って結構調べてたんですよ、ずっと。でいざ来たらなんかめっちゃ咲いてたんで、すっごいよかったなと思いました。ちょうど気候も暑い、夏も過ぎまして過ごしやすい季節になりましたんで、ぜひ多くの方に来ていただきたいと思います。氷上町では今月6日にコスモス祭りが開かれる予定で、見ごろは今月中旬までだということです。